文金の奇襲により兄しばしを失い、その後を継いだしば将。彼は洛陽への帰還を望んだが、義弟宗謀に巨匠に留め置かれる。しば将を洛陽にいるしば氏の手勢と引き離すのが目的であった。またしば氏の死を機にしば一派にも混乱が生じる。政争の再燃を予見した夏侯派は義に見切りをつけ蜀へと亡命。文王は父を探し反乱を繰り返す真意を問うべく義を出奔する。次々と押し寄せるこれらの試練をしば将は懸命に乗り越えた。一方しば氏を失い失意の底にある諸葛丹に文金らが接触。それと同時にある者から諸葛丹へと密書がもたらされる。一度はしば氏のもとにまとまった義に再び湧き起こる騒乱の気配。暗雲を払うべくしば将、大元気、松海、荷重は樹春へと向かう。私は選ばれた正式だ。文金、まさか後に落ち延びたお前と手を組むことになろうとはな。しば将に尻尾を振るのが耐えられなかったか。敵はしばし、せいぜいお互い利用し合おうじゃないか。諸葛丹様、こちらを。これは帝からの。我が道定められていたか。我が最地のすべてをかけ芝生を討ち義を救う。諸葛丹が文金と接触しました。それで、さらに帝が諸葛丹に密書。もういい、行け。はっ。撃つべきものならまとまったか。手間が省けたな。カジュ、何か分かったのか。諸葛丹はやはり呉と結んだらしい。呉に下った文金らも樹春に到着したようだ。で、諸葛丹、俺文藩やる。あ、諸葛丹、お前は一体。今は反乱を収めるぞ。諸葛丹は所詮これ、さっさと片付けてしまえば。さあ来やがれ、お前なんざひとひねりだ。避けられるのか。ねえ、で勝ったと思うなよ。敵将討ち取った。橋を落とせ。敵を分断すれば正気を引き寄せられる。足を落とされ回り込んで進むしかないな。来た。よし、作戦を開始せよ。気づいろ。周囲殿、了解した。いな、義軍を撃ち滅ぼすぞ。小戦剣。敵の2カ所から攻撃を仕掛けた。こちらも味方を二手に分けるしかあるまい。俺と正体は焼け上からのギアを共に。荷重と元気はこのまま伏兵と戦ってくれ。なかなかやるな。まあ、ひとまず引こう。
動隊が崖下の敵伏兵を一掃した模様。この先も崖上からの罠があるかもしれない。このまま分かれて進み、熱動隊を援護すると。崖下の奴らには感謝してほしいです。私たちの方もずっと面倒にしない。おっと、味方とはぐれたのか。かわいそうだな。何、これで勝ったと思うなよ。敵将、討ち取った。崖下に敵が来たら、宝石を回収せよ。やっぱり罠を用意していたか。奴を撃って宝石を止めるぞ。その調子、その調子。ダメだ、どうしようもねえ。撃ち取った。よし、宝石は止められたな。先を急ぐぞ。まだ何かあるはずだ。今度は宝石機か。次から次へスロークローな取った。伝令、別動隊が敵の土砲で足止めされている模様。兵器を起動させよう。奴らの進軍を阻むのだ。これでは先へ進めない。兵器を壊さなくては。投石機の出番だな。崖下の土砲を壊してやるとするか。いや、無能で何が何にも。ああ、土砲が壊されたぞ。よし、これでいいな。別動隊と合流するぞ。責任は果たす。基本だけどすごいこと。この組、もらい受ける。いざ。なんという武勇。ここまでたどり着いたのは褒めてやろう。だが、終わりだ。強敵です。用意した罠をことごとく。奴らに負け、のこのこと戻ってきたか。貴様のような役立たずは孫悟の恥を。シュエイ殿が孫鎮様に斬られただって。俺たちも同じ目に遭うな。真っ平だ。
孫賃の元から出ました。何でもするからそちらに合流させてくれ。こいつらを使えば敵を崩せるかもしれない。共に残りの五将の元へ行くぞ。そうすれば奴らもこちらに寝返るだ。違反がこれ以上起こってはかなわん。残りの将に国を刺さねばならんな。孫子の使者を出した。余計な邪魔をされる前に行っておけ。こちらで何か動きがあったと聞いた。違反など考えておる前だ。別そうもない。違反などあってはならぬことだ。先に釘を刺された。こいつの違反に諦めた方がいい。成果を出さねば孫子様に殺される。死ぬ気で奴らを追い出すぞ。その調子その調子。私ごときを気にかけてくださったのか。今その分を分け中へ入っていただかねば。この犬野郎、何を勝手なことを。誰からかもわかんねえ援軍を入れられるか。私の手がなくあの方まで侮辱するとは。この下道め出征してやる。兄上、我らは銀に下りましょう。武器殿が斬られたぞ。やったのは諸葛丹だ。城内で揉め事が起きたと報告が入りました。
諸葛丹が文金を切ったとのことです。諸葛丹の乱心は全員の乱心、師匠に悟られる前に始末する。このまま簡単にやられるわけにはいかない。兵器を起動させよ。温度に意外としぶとい奴がいる。ああ諸葛丹もやりようがあっただろう。今俺の手で止めてやる。待ってろ諸葛丹。素晴らしいご活躍、お見事です。いや無能でないのは何になります。私には大義がある。貴様らを粛清するのが我が使命なのだ。粛清される方に言われるとは驚いた。真意を解いたか、父よ。私にはない。そうか陛下、我が力及ばず。陛下果樹、何か知ってるな。バカがバカをそそのかした、ただそれだけのことだ。帝とてことを公にはできまい。おかげで後の憂いを早く詰めた。そうかよ俺は何も知らず。手厚く葬ってやれ。